皆さん、今日は足を無限に動かす方法をお話しします。いいか一年、足を無限に動かすんじゃ。はい、やーめーん。もう一度、やーめーん。1ヶ月後、わーい、切り返し仙人、足が無限に動くようになりました。痛い。それでも足を止めるな。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。もう今日は足を無限に動かし続けるっていう話をします。こういうことはないですか？打った瞬間に足が止まっちゃう、抜けていかない、遅い、斬新がない、こんなこと言われたことないですか？気持ちわかります。今日のこの動画を見るだけで足を止めずに無限に動かし続けるっていう話がわかるようになります。今日はね、すぐ本題入ります。まずはこの動画見てください。いや、素晴らしい出鼻面ですね。ここで注目してほしいのは足なんです。面を打っても足が止まらずにグイ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 先生を押しのけて進んでいくんです。もう一回ちょっと見てください。ね、足がグイグイ来てたでしょ。ちょっと足何回動かしてたか一緒に数えてみましょうか。いや、すごいですね。これ一回先生が受け止めてこれですからね。受け止めなかったらもっと勢いづいてグイ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 言ってたってことなんです。いや、このぐらい足をグイグイ動かせたらいいですよね。じゃあ早速解説入ります。今月号の剣道日本2022年の12月号の中で都立深川高校の稽古の様子が載ってます。都立深川高校は都立高校として初めて関東大会団体3位になれました。おめでとうございます。それで稽古の様子が、まあ、50分ぐらいね、剣道日報さんのチャンネルから見られるんですけども、今日のこの動画の中ではその中の一つ、足を無限に動かしてる稽古のところを抜粋してご紹介させてもらいます。さっきのね、出鼻面のすごい足の動かし方あったじゃない。あれまだ覚えてるよね。あれをイメージしながらこの後見てもらえると、監督の野原先生が生徒さんたちに何を伝えようとしてるのか今ならすごく理解できると思います。勉強させていただきます。足がすぐ止まるわけ。メーンと打って 1,2 歩動いたら止まるから。でも前にエネルギーはかかってるわけだよね。当たり前だけどメーンと打ってる。だからどうなるかって言ったら、メーンで 1,2 って動いたらもうこういう風にかぶさっちゃう。もう止まっちゃって、止まっちゃう。ね、3年生はそうじゃない。足が無限に動き続けるわ。ね、いつも言うようにメーンってここで動き続けて、あ、元立ちがどいたらスーッとこう抜けていけるような、そういう面打ちをしなさいって言ってるんだけど。もう元立ちが止めてくれるから楽をしてはメーンって止まるからパコーン打たれるわけよ。作りを早く作り、待て、作りが遅い。ここもこれが作りが出てないまま、もう流れでこうやってメンって打つなって。必ず振り向いて素早くね、左足を軸に素早く右足をパッと出して作らなきゃ。ここも瞬間的で作りがないまま水田なんかメーンっていって、それは勝って打ってない、打って勝つ、ね、勝って打つんでしょ。うちはそうでしょ。勝ってって、勝っての部分をちゃんとやらなきゃ、勝たなきゃ。まず作れてない人は勝ってないんだよ。それは勝手に打つでしょ。いつも勝手に打つと勝って打つは違うからな。いいか、はい、はい。
ておく行く人ダメ、これはダメだよ、これは全然剣線の圧が相手に伝わらないでしょ。ピタッと相手に剣線をつけて、つけたまま素早く細かくいくわけでしょ。こうやっていったらこれ怖くないじゃん全然。しかも打てないでしょこれじゃ。で打てる時と打てない時は自分で作ってる、こうやってリズムとって、そうじゃなくてピタッと喉につけて素早くスーッといくから相手はあってなるわけ。押し込み行こう。まあ、特に3年生とやってるものは分かるだろう、圧が手でこう力んでやってダメなの。下っ腹に力を入れてグッと攻めていく、足で攻めていく。みんなやってることは手でこうやって打ちたい打ちたいと言って、そうじゃない、足で行くのさ、足でね、下っ腹しかいて足で下半身で攻め込んでいく。手だけで行ってる人は絶対ずっこけて打たれるから、見事に打たれる。はい、後手面は足をここでパンパンだぞ。これでこうやってやったら女子は絶対間に合わないからね、足小手と面でここ一回が引きつけてたらね、合い後手面だから小手誘って自分が面打つぞってもう念じるんだよ。念じていけば出後手来るから、そうすればポンポンって、これの方が早くて、小手面で引きつければいいから。でっかい無料カタログは動画の概要欄からどうぞ。宇賀店長インスタもやってるよ。